ジョントム・ムリンソン・ブラッシュは19世紀のアメリカメジャーリーグの球団オーナー。ニューヨーク州クリントンビル生まれ、ニューヨークジャイアンツやシンシナティレッツ等の球団オーナーを歴任した。ブラッシュは4歳で両親を亡くし、祖父の下で17歳まで育てられた。ビジネスカレッジに通った後、1863年に南北戦争に参加。その傍らでニューヨークで 医療品店を経営するなどしていた1875年にインディアナポリスに移り、当時経営していたデパートの宣伝目的からプロ野球の球団運営に関わるようになる。1882年にはインディアナポリスに野球場を建設。この球場は1884年にアメリカガソシエーションに参加したインディアナポリス、フージャーズの本拠地として使われたが、 フージャーズは、戦績が芳しくなく1年で破綻する。するとブラッシュは、今度は1886年に経営破綻したセントルイス・マルーンズのフランチャイズ権を買収し、球団の本拠地をインディアナポリスに移し、フージャーズを復活させた。上記のフージャーズが1889年を最後に、解散すると、ブラッシュは6万7000ドルの資金をもとに、 ニューヨークジャイアンツの経営に参加し、さらに1890年には、プレイヤーズリーグの活動によって、財政危機となったシンシナティレッツを買収し、同じシンシナティに本拠地を置くタリーグの球団と対立した。この頃からブラッシュは、当時スポーツ記者で後にアメリカンリーグ会長となるバン・ジョンソンから、頻繁に批判を受けるようになる。ブラッシュは後に、 ジョンソンのウェスタンリーグ理事長就任を支援しているが、これは記者としてのジョンソンの影響力を減らす狙いがあったのではないかと言われている。ジョンソンのウェスタンリーグが結果的に1901年にアメリカンリーグとしてメジャーリーグを名乗るようになると、ブラッシュはナショナルリーグの運営委員長としてジャイアンツのオーナーアンドリュー・フリードマンらと共同してアメリカンリーグと対立。 ジョン・マグローラにナショナルリーグの監督職をオファーするなどし、当時のボルティモアの球団の運営を政治的に妨害する役割を負った。ボルティモア球団は1902年にニューヨークへ移転、翌年からニューヨークハイランダースとなった。その後ブラッシュはレッツをギャリー・ヘルマンらのグループに18万ドルで売却、フリードマンからジャイアンツの経営権を買い上げて主オーナーとなったが、 1904年にジャイアンツがリーグ優勝した際には長年の憎悪からかアメリカンリーグとのワールドシリーズ開催を拒否した。しかしこれは多方面から非難を受け、ブラッシュは翌年のワールドシリーズ復活のためにアメリカンリーグとの永続的な合意の形成を主導することとなる。ブラッシュはジャイアンツの主オーナーとなった1902年以降、 運動疾患やリュウマチ等で健康を悪化させていたが、1912年にワールドシリーズ感染に向かう途中で車が交通事故に巻き込まれ、ブラッシュも重傷を負うことになる。同年シリーズ終了後、ブラッシュはカリフォルニア州での療養のため汽車に乗り込んだはずだったが、11月26日にミズーリ州の近くで自家用車の中から遺体で発見された。 アメリカ野球殿堂入りは果たしていないが、1946年に野球殿堂から厚労省を送られている。ありがとうございます。